うんうんうんでもみんなでナが髪切ったらねめっちゃのしかもあるけどみんナが髪切ったら多分これぐらいかなこれぐらいこれぐらいですこんなもんかな切っても。 もう画面に映ってないんだよでもこれぐらいかな今めっちゃ長いのマジで超長長いいろんなもんに踏み,踏みすぎてて超長いからこれぐらいかな切っても今までの長い私に戻るぐらいかなこんなもん1 0センチぐらいですかね切るとしてです と思ってますだいぶ飲みましたそう、めっちゃ伸びたんですみなちゃんに悪いけど、自分のお尻性よりもあんまりしないだって いいんじゃないしなくて全然。だって正直ショールームの配信なんてもうめちゃくちゃ自由なんですよ。これは本当に自由だしマインチャイズとかやってないんだったらそれはねファンの人からしたらただで見れるこんな素晴らしいコンテンツめっちゃやってほしいと思うかもしれないけどまあそんなねなんか人にもよると思うそんな暇がないメンバーもいっぱいいるしなんか ね正直そうだしなんか気分が乗らない日とかも普通にあるのやっぱりだからあの全然あのねもうそのその推し,しちゃんがだから今日はなんかちょっとやってもいいかなって思うなんかこう乗り気になったタイミングっていうかね自分がそのアイドルでできるその多分その子のもなんだろうな今日はちゃんと。 できる日だみたいな,そのな,な,な何があったとしてもできる日だっていう時にやって万全なアイドルを見せるのが一番いいと思うから全然ねなんかあんまりねできなくてもねそれはそれでねいいと思いますよ。 なんかねショールームはね私も毎日やっててもう本当にもう本当に賛否両論めっちゃ分かれるから <laughs> あのー、なんだろうななんかね私はね正直ねショールーム毎日アイドルね向いてないってよく言われるんですけど <laughs> いやまあその通りだと思うんですけど <laughs> そう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 いやもう本当に毎日はねやっぱりね大変。 時間をね、とりあえず、一日のスケジュールで、絶対的時間を気にしないといけないの。今日仕事がこうだった。じゃあ、どうしようみたいな。どの仕事のタイミングでやるかみたいな。どこにね、事故もうか。あ、今、え、やる場所あるかなとか、え帰ってきてい、あの時間、間に合うかなとか、疲れてても絶対やらないといけない。あ顔死んでんなみたいな。あるのよ、正直。<laughs> <laughs> 結構一日がショールーム中心で回ってたりするから結構ね大変な時は大変でもうんうんうわ <laughs> すごい難しいつもりだもしショールームができるようになった日に戻れたとしたらまた毎日配信する。 いやたぶ、うん今はもう6周年で 7, 週7年目毎日アイドルなるけど多分ね最初の数年でやめてるかななんか最初のそれこそあのアンロケとかのあの辺の時時代の時私が10代の時かな あの辺の時はすごいあれをきっかけにファンの人がすごい増えてくれたのと私ショールームきっかけでめちゃくちゃファンの人が増えてくれた時もあったんですよだからその時にやめておくべきだったなと思いましたこれは今でもファンの人に言われます正直毎日アイドルをやめた方がいいよって言ってくれるファンの人もいるしいやでも続けてほしいって言ってくれるファンの人も正直あのもう6年やってて。 6年やっててとかもっとやってるんですけど本当は本来だったら、まあ、7年ぐらいやってるんですけど毎日やってて本当のこと言えばもうすもうすごいこれに関しては分かれるけどまあ私は今んとこまでやってるよっていうだけなんですけどでも何か何事も引き際って大切なのかなっていうのは一つのお勉強には ななったかなとは思いますけどでも今でも結局ショーんルームきっかけであの握手会とか来てくださったりとかする人とかいるんですよ実際にまだ。<laughs> いるんですよ。そう。だからまあ、そういうのがあると なんかしんどくても正直しんどくてなんかもうつらくてなんかちょっともうやるのしんどいなと思う日も正直ありますそれもありますもう仕事の仕事的にもメンタル的にもきついなと思う時正直ありますだけどまあやっててよかったかなって思うところもありますなんかそのそうやってやっぱり仕事的にもいっぱいいっぱいでなんかその15分15分あったらじゃあその15分休みたいなって思ってしまう日もあるんですよどうしてもだけど ショールールム楽しみにしてくださってる方がいるからやってでそれで毎日やってくれて嬉しいって言ってなんかゆなちゃんのショールーム見ないとなんか一日終わ,終わった気がしないよって言ってくれるあの人もいるからそれは本当にまあ少ないですけどいるんですよやっぱりそういう人のやっぱはやっぱり本当にすごい嬉しいなと思います。 だから、まあ、私結構素直に全部表に出てしまうので <laughs> なんかできれば本当に皆さんもあの優しい温かいコメントばっかりを載せてくれるとすごく嬉しいなって、あのー、思いますそうしたら、あのー、私も嬉しい毎日続けやすい。<laughs> でもまあ私がねそのよくな、ね、い配信をしてしまってた時期もあるんですよもうそれも,もう私が悪いし正直何か私に余裕がなかったっていうのもあります私の心の敵にも皆さんの多分、ね、いじってるようなコメントですら私はその時は本当にバカにされてるのかなってずっと思,思っちゃうみたいなちょっと時期もあってそれはよろしくなかったなって思いますけど未だにしかもそれを言われるんですよまだ。 <laughs> それをなんかいまだに「仰天の配信ってこういう配信だよね」みたいなその時期のことを言われるのはちょっとね <laughs> 自分が悪いんだけどうんって感じ。<laughs> まあでもね、結局さそれこそ舞台のさ舞台の犬猫の本番中に武道館のレッスン始まっちゃってさ終わって武道館のレッスン始まってで次の舞台とアンケートでなんか本当にちょっともしかしたら忙しすぎて続けられないかもみたいな言ってたじゃないですかいや結局続けられてるからねうち <laughs> 結局続けられたわ。なんか、結局乗り越えられたわ、私。そう。え、でも本当にあの時は、なんかもう、なんかもう6時とかに起きて、なんか寝るのも24時みたいな。いや、寝るのも24時は早いんだけど、それまでにね、いっぱいいっぱいやってたから、なんか、え、ちょっとやばいかもなって思ってたの、私が。そう。え、だけど、乗り越えられたから、もう、 よかったしかも風もひいてないのやばくないマジでって思っちゃったよね自分でだって周りみんななんかちょっとさ体調崩しててさ仕事休んじゃったりとか結構こう流行ってたのよそうみんなコンコンとかさ言っててなな今もらったら私仕事穴開けられないんだけどと思ってと思ったんだけどここで乗り越えちゃったよね <laughs> <laughs> 乗り越えちゃったよねほんとねショールームもさなんかちょっとしんどいかもって思ってたんですよ時間的にねできる時間がちょっとないかもって思ってたんだけどいや行けちゃったよねマジでありがとう褒めてくれてありがとうまあもっと褒めてくれてもいいんやよ <laughs> いやちょっとほんまにほんまに頭の中沸騰するかと思ってたから自分の中で <laughs> でもいけたわなんかあまだ自分の脳みそ若いなと思いました <laughs> まだまだ脳みそ若いわと思いました 今そんな感じでねちょっと私もドボンまたやるわ今ね携帯でね携帯でねしかもやってるしねここ w i f i ないから w i f i あるんやろうけどなんか w i f i 見つかんなくてこ,こ w i f i ないからさ普通にあれでやってるからちょっとねもうドボンにも戻らないといけないしそろそろ終了にしますわとりあえずファンクラブのブログ書いたからおとたくし届くの楽しみにしてて多分今日の夜にはね多分あのー、載せてくれると思います 13位、ゆうたさん12位、まー、あ、にゃんさん11位、ロテッジさん、えびなにまだゆきちゃんいるかなだってゆきちゃん、えびなにもういないの <laughs> 10位、近いしんさん、9位、ひかりひかくさん、ミステリーキスの曲姫としておあ、何がいっちゃん好きっすか、みなさん8位、しんどさん7位、ゆずゆずさん株式会社おでこええー。 ルクイサガさん、ゴイサムさん、今日もキュートで、あ、テン天気。四位ビトーマスカットさん、三位アイマツさん。二、ナアラブさん、そして今日の第一位は地道の柱さんです。舞台感想。お疲れ様。ありがとうということで。地道の柱さん、くまさん、タワー、ありがとうございます。無事に終わりました。というわけで、ありがとうございます。ちょっとドボンランキングとか読みたいんですけど、あの今私携帯でショールームしてるので。 申し訳ないんですけどドボンランキング読めないという申し訳ないですごめんなさいもう携帯で配信しちゃってるからドボンもね今いつも配信しながらやってるんですけど携帯使っちゃってるからちょっとできなくてこれもまたこの後またやりますドボン皆さんも協力ぜひともよろしくお願いしますあと2日なんで協力のほどよろしくお願いしますというわけで今日も見ていただき本当にありがとうございましたというわけで皆さんまた明日の配信でお会いしましょうそれじゃあ あっ。<laughs>